こんにちは、こんばんは、はるきです。今回はおすすめのゴールキーパーを紹介していきたいなと思います。まあ個人的になんですけど、まあ自分が強いと感じたキーパーをピックアップして、まあベスト5形式で、紹介をしていきたいなと思います。まあ、やっぱりキーパーってどうしても個人差だったり、まあ自分は強いと思うけど、まあある人は弱いとか、逆に自分はこう弱いと感じてもある人は強いとかっていう風に、まあ結構個人差が分かれると思うんですけど、まあ自分が強いと思うキーパーたちを紹介していきたいなと思います。まあ前の RB から中盤からサイドバックだったりっていうのと、まあ同じような感じでベスト5を作って紹介をしていきたいなと思うので、まあ参考にしていただければ嬉しいなと思います。それでは早速いきたいと思います。まず第5位は TOTY のドンナルンマです。まあ Y の頃から輩出をされ始めて、まあ今でも、たまに見るような感じ、まあさすが TOTY のカードっていう感じで、まあこの最後ら辺の S が出てきても、まあ S のドンナルンマが出てこなかったので、まあ Y のドンナルンマがまあ多くなってくるのかなとは思いますけど、まあ今でも意外といるキーパーになります。まあマルディーニとか作った方だったり、またマルキーニョスとかを使ってる人はやっぱそこが緑で合うっていうのも、まあ結構でかいのかなと思います。まあこの人は結構まあ嫌なキーパーで、まあ今作ずっと金の頃から強かった印象はあります。これが、ドナルマが5位です。でそして第4位、第4位は TOTS のアリソンです。まあ、かなりキーパーの中では、まあ、かなりというか一番キーパーの中では、スピードが速い選手になってます。まあ、まさかの90何歩、もう S とかでも、まあ、70ちょっとぐらいが、まあ、おそらく最高なんですけど、もうそこから大きくプラス20ぐらいされて、まあ、アリソンスピード91を持つ快速の、キーパーになったと思います。まあセーブというよりやっぱり間合いを詰めるスピードが速いっていうのが、まあセーブ率につながってるのかなとは思います。単純ななんかセーブ力っていうので言うと、なんかあんまりないような気もしなくはないんですけど、間合いを詰めて、まあ、シュートコースを消してっていうのが結構、まあ、得意なキーパーとか、そういう止められ方をするのが結構多いので、まあ、やっぱ飛び出しボタンだったりとかを、まあ、巧みに使える人は、かなりいいキーパーなんじゃないかなとは、思います。まあ、あと相手にいてもやっぱり嫌やなっていう風にも、思いますし、まあ、今作まあキーパーの中では全然強い方なんじゃないかなと、個人的には思います。でそして第3位は、アイコンモーメントのシュマイケルです。シュマイケル、この人は、意外と使ってる人はいないと思います。おそらく第1位第2位を見ても、まあそのこのベスト5の中ではおそらく一番、まあ、使用率的には相手にいる機会っていうのはおそらく少ないキーパーじゃないかなと思います。この人はまあ世界大会でも使われてたりして、自分でも今使ってるキーパーなんですけど、この人は結構強いですよ。自分は普通にまあ止めてくれますし、あのビッグセーブもあって、全然な変えたいとも思わないキーパーなんですけど、まあこの人がトレフカで当たって使うっていうわけではないので、まあコインでわざわざそれこそ買って、使ってるキーパーなので、まあ、やっぱそこのコインを浮かしたいっていうのもまああるんですけど、でもシュマイケル自体が弱いから、出てこう変えるっていうことはまあ今後もないんかなっていうふうに、思います。結構いいですよ。まあケミ的にこうただまあデンマークで、まあ、緑は作りにくいんですけど、まあ、黄色でつながるっていう、まあ、アイコンのキーパーっていうのは結構、ありがたいとは思うので、まあ、ちょっと気になった方は使ってみてほしいなと思います。結構
結構いいです。割といいです。で、そして第2位。第2位はアイコンモーメントのファンデルサールです。コイン換算すると53万なんですけど、まあ、結構スワップで取った方も多いんじゃないかなとは思います。まあ、この人結構相手にいて嫌ですし、やっぱり身長が高いっていうのがまあ大きいかなとは思いますね、この人の場合。なんか能力的にはあんまり、まあ、他のキーパーと比べたりだったり、またはそれこそ TOTS だったりと比べるとそんなに能力自体はめちゃくちゃ高いっていう選手ではないんですけど、やっぱり身長の高さっていうのがまあ大きいんかなとも思います。この人もシュマイケル同様ファンデルサール世界大会でも使われることが非常に多いキーパーなので、まあ前作同様今作も非常に人気なキーパーなんじゃないかなと思います。能力以上に結構止めてくれるだったり止められる印象っていうのは多いキーパーなんじゃないかなとは思います。ファンデルサール結構まあスワップで取ってない人はまあ取った方がいいような選手になります。5枚で取れるので、まあコインでやっぱ買うってなるとかなり高いオランダっていうこともあってまあ結構高いので、まあスワップで取るのがいいのかなとは思います。で、そして最後第1位になるんですけど、第1位は TOTS のノイヤーです。この人マジで強いんですよね。まあ、ノイヤーは結構ブンデスのセンターバックがまあめちゃくちゃ強いっていうのもあって、まあ自分は結構 S のキーパーの中ではかなり見る方なんじゃないかなとは思います。それこそこの、ベスト5には入っていないですけど、まあ、クルトワだったり以上に、まあ、自分は、ノイヤーを、見ますし、うわ嫌やなっていうことがあります。で、自分でも使いましたし、ラリーガの週かラリーガのブンデスの次の週の時に、まあ、課金でノイヤー当たって、使ってたんですけど、まあ、普通に強かったですね。全然、まあ、飛び出しもできるし、セーブっていうのもかなりしてくれた、印象があります。まあ、あとは本当に相手にいてめちゃくちゃ止められるなって言ってキーパー見たらやっぱりノイヤーっていうことが、めちゃくちゃ多いので、やっぱりこの人は1位に入れるべきかなっていうふうには思いましたね。かなり、まあ、ノイヤー1位っていうのはあんまり、まあ、FIFA の中で考えられへんような感じかもしれないですけど、まあ、今作に限っては、個人的にはノイヤーかなり強い、キーパーの一人なんじゃないかなと思います。まあ、っていう感じですかね。まあ、もしかしたらここが、まあ、ファンデルサールと、まあ、ノイヤーが逆とか、またノイヤーもうちょっと、5位とかだよっていう人もしかしたらいるかもしれないですけど、もう自分的には、この1位2位3位4位がまあ当てはまってるかなとは、思います。まあ、っていう感じで、キーパーに悩んでる方だったり、まあ、あとは誰使えばいいかとか、まあ、もちろんケミの関係で使えない人も、いるとは思いますけど、まあ、少しでも、参考にしていただければ嬉しいなと思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。